はい、では行きましょう。命令文ですね。ここも英語で超品質のめちゃくちゃ大事なところですね、命令文。命令文って一体何なんやっていうのを学ぶんですけれども、まあまあいつも通りその前に、この命令文のところで出てくる単語、それをきっちり押さえておきましょう。そうしたら文法の勉強が早くなります。で、今回の単語は、日本語を英語に直すやつも、英語を日本語に直すやつもあるんやけど、まず、日本語を英語に直す。それですね。あ、英語を日本語に直すから見ていきましょうか。まず、英語を日本語に直すには、しっかり読めるようになりましょう。これ、これ、これ。そしてこれですね。これは、オープンです。オープン。オープン。よく聞きますよね、オープン。2番は、ウィンドウですね。ウィンドウ。3番は、クワイエット。クワイエットです。で、下の読み方ももうちゃんと見ときましょうか。4番これ、tell a lie と言います。tell a lie。意味は後で確認しますね。5番は、be late for です。be late for。6番は、tonight。7番は、hurry up。8番は、catch the bus。9番は、miss the train ですね。miss the train。で、おのおのどういう意味か見ていきますけれども、1番のオープンはこれは開けるです。オープン、開ける。よく聞きますよね。2番のウィンドウ。これ窓です。窓。ウィンドウは窓。3番、クワイエット。これは静かなっていう意味です。be quiet。静かにしろとかありますよね。これ後で出てきますけれども、クワイエットは静かなっていう意味です。その次、4番、嘘をつくですけども、嘘をつくは、tell a lie って言います。tell a lie。tell がこれ伝えるっていう意味です。で、lie がこれ名詞だと嘘っていう意味になるんですね。だから嘘を伝えるやから、嘘をつくやねんけど、そんな細かく考えても嘘をつくは tell a lie で覚えちゃってください。5番も同じような決まり文句です。ほにゃほにゃに遅れるは be late for って言います。be late for。late は遅いっていう意味があります。だからほにゃほにゃのためには遅いですよやから、ほにゃほにゃに遅れる be late for なんですね。これももうしっかり覚えておいてください。6番の今晩は tonight と言います。tonight。today の night です。今日の夜やから tonight。そう思っといてくださいね。で、7番 hurry up。これは急げっていう意味です。急げ。hurry up。急げ。もうこれも決まり文句なんで覚えてください。急ぐは hurry up です。で、8番、catch the bus。これは、電車に乗り遅れる。嘘です。ごめんなさい。バスに間に合うっていう意味ですね。catch は捕まえる。バスはバスだ。バスを捕まえるやから、バスに間に合うっていう意味です。反対に、9番の miss the train は、train が電車。ミスがミスする、失敗するなんですね。train に失敗するっていうことは、電車に乗り遅れるっていうことなんです。で、catch the bus も miss the train も、もう直訳じゃなくて、間に合う、乗り遅れる。そういうふうに思ってください。もちろん、バスと train は逆になっても全然 OK です。はい、ということで単語確認したんで、ここから本番の命令文見ていきましょうね。命令文の原則。命令文ってまず何やっていうと、ほにゃほにゃしろ。そういう文章なんやね。ほにゃほにゃしろ。だから、you play tennis。これは、あなたはテニスをしますって意味なんやけど、ちょ、お前ほんまテニスしろって、はよテニスしろやっていうふうに命令したいときは、play tennis って言うんですね。play tennis。その方がなんか、早くやる感伝わるですよね。動詞から始めると。play tennis。何やしよう。これが命令文の作り方です。動詞から始める。主語を取るでもいいです。どっちでもいい。動詞から始めるか、主語を取る。どっちかで覚えておいてください。で、その次。もちろん、ほにゃほにゃすんな。テニスすんなよ、こんなところで。みたいな、そういう禁止の命令文もあるんですね。その時は、命令文の前にさらに、ドンとをつけてください。つまり、ドンと足す命令文です。OK ですか？普通の命令文の作り方は、主語取る。S 取るか、もしくは、動詞を先頭にすると。どっちかで覚えておいてください。で、何々するのは、ドンと足す命令文です。禁止の命令は、ドンと足す命令文です。OK ですか？で、次、テニスしろとか、そういう命令文もいいんやけど、ちょ、テニスしてくださいみたいに、丁寧にお願いしたい時もありますよね。その時、英語でどういうかっていうと、please 足す命令文です。聞いたことありますよね。please, please って。ほにゃほにゃしてくださいやっていう。please 足す命令文。これでしてくださいっていう意味になります。でこの please は後ろにつけても OK です。ほにゃほにゃ、命令文足す please と。それでも OK です。その時はこのチョボを忘れないでくださいね。
OK ですか。次、テニスをしようぜって誘いたい時もありますよね。その時は、Let's Us 命令文です。Let's Us 命令文。OK ですか。こういうふうに命令文の作り方があります。これをしっかり覚えておいてください。この4パターンです。まず普通の命令文の作り方を覚えて、するのやったらドンとつける、してくださいはプリーズつける、しようやったらレッツをつけると。ね。とりあえずそれを見ときましょうか。この下に書いてる命令文の接続詞はまた次の問題なんで、見ときましょう。ということで過去には、次の英語を命令文の形、するな、禁止の形とか、丁寧の形、簡易の形にしようという問題ですね。で、丸1、You open the window。窓を開けてください。あ、じゃあ、あなたは窓を開けると。これを命令文にするとどうなるかっていうと、命令文の作り方は、主語を取るか、部位を先頭にするんですね。動詞を先頭にする。つまり、open the window っていう風に、you を取ってあげられるんですね。それだけです。open the window。簡単ですね。で、禁止しようと思ったら、don't と足す命令文です。don't と足す命令文。don't open the window。窓を開けるな。次、丁寧に、ちょ、窓開けてくださいよって言いたいときは、please 足す命令です。だから、please open the window。もしくは、open the window please です。後ろにつける場合は、帳簿して please ですね。open the window please。どっちでもいいですよ。で、窓開けましょう。ちょっと暑いな、窓開けましょうやっていうときは、let's open the window ですね。let's open the window。もうこれ作り方を覚えてしまえば簡単です。ね、これで1番 OK ですね、丸1は。その次、丸2。押した命令文余裕やな思ったら、ちょっと難しいんです、丸2。これ注意してください。B 動詞の命令文。例えば、You are kind。あなたは親切です。っていう意味ですね。kind は親切です。You are kind。あなたは親切です。で、これ命令文にしたらどうなるのと。僕たちがさっきやった原則通りで言えば、主語を取る、もしくは動詞を先頭にするやから、You をなくす。なら、ああ、カインドになるのかって思うんですね。でも実は違いますと。この時、B 動詞は、先頭に来たら原形になる。そう思いとってください。Be kind です。命令は Be kind になります。これはもうルールです。なんでとかじゃない。もうこういうルールなんですね。だからこれを覚えてください。B 動詞の命令は B から始まるよと。これを覚えておいてくださいね。だから、2番の、You are quiet っていうのも、あなたは静かですっていうのも、静かにしろっていう命令文にしたかった、You を取って R を B に変えたらいいから、Be quiet っていう風になるんですね。OK でしょうか。これさえ覚えておけば、2、3、4は簡単ですね。というのもルールは変われへんから。ほにゃほにゃするなって言いたいときは、Don't と足す命令文なんで、Don't be quiet です。丁寧にしたいときは、命令文足す please なんで、Be quiet please なんですね。もしくは Please be quiet でもいいです。勧誘の時は Let's 出す命令文やから Let's be quiet になるんですね。 Let's be quiet OK でしょうか。この2番っていうのは一瞬ちょっと難しそうに見える。というのも B 動詞の命令文はちょっとややこしいんですね。主語を取った上にそれだけじゃなくてもう一つ原形の B にしてあげてください。それを忘れないでください。では次3番いきましょう。3番、次の日本語を英語に直そうと。これは、英作ですね。いきなりこういう風な英作出されてもちゃんとできますかっていう問題です。1番は、嘘をつくな。何々するなやから、ドンと足す命令文ですね。するのはドンと足す命令文。だから、嘘をつけをまず考えるんです。嘘をつくは tell a lie。それを動詞から始めるから tell a lie。これで嘘をつく。だからドンとつけて、don't tell a lie。っていう風になりますね。OK でしょうか。次、2番。学校に遅れるな。これも普通に文章を考えた。あなたは学校に遅れる。be late for を使うんですね。だから、you are late for school です。you are late for school。で、be 動詞じゃない、命令文にするにはこれ取って、be 動詞やから、be に変えると、be late for school。これが命令文ですね。学校に遅れろっていう命令文です。あんまし使い道なさそうですね。学校に遅れろ。それに禁止だから、don't をつけて、don't be late for school になります。don't be late for school。OK でしょうか。
この辺決まり文句、テルアライト、リレートフォー。これを知っておくのが大事です。次3番。今晩パーティーに行きましょう。これも行けますよね。パーティーに行くっていうのを、go to the party っていうのを知ってたらもう大丈夫です。go to どこどこへ行く。で、パーティーですね。が、let's go to the party です。で、まあ大体時間とか後ろに置くことが多いんで、後ろに置きました。let's go to the party tonight。これで今晩パーティーに行きましょうと。っていう風になりますね。ということで、普通の命令文は、こういう作り方さえ覚えてしまえば簡単ですね。で、高校レベルになるとさらに命令文足す接続詞っていうのも勉強します。命令文足す接続詞。命令文足す接続詞って何やっていうと、命令文の後に and とか or が来た時に、どんな意味が出るかです。and っていうのは直訳すると、そしてとかでしたね。で、or は、もしくはとか、そんな感じですね。もしくはとか。ただ、命令文の後に来ると意味が変わります。命令文たさんだったら、ほにゃほにゃしろ。そうすれば、ごにょごにょやぞと。命令文たさんは、ほにゃほにゃしろ。さもないと、ごにょごにょやぞと。そういう意味が出ます。具体的に見ていきましょう。4番は次の各文の括弧に適切な語を入れ日本語に直そうで、ここが伏せられてるんですね。どうやって考えるか。Hurry up! ごにゃごにゃ。You will catch the bus. どう考えるかっていうと、まず、この括弧の前、Hurry up! 急けってあるんですね。で、後ろ、You will catch the bus. お前はバスに間に合うだろうっていうんですね。Will はこれ未来形でした。未来。何々でしょうとかだろう。っていう未来を表すんでしたね。ほにゃほにゃしろ。お前はバスに間に合うだろう。っていうことは、そうすればですよね。そうすればが入ると。だから、ここは and が入ります。で、この問題はもうこの2つがあるっていうのを知識として持てないと絶対できないですよね。命令文だ接続詞、命令文だ and の意味しっかりして、命令文だ or の意味もしっかりしていると。それを踏まえた上で、さあどっちを入れようっていうことになります。で、2番も一緒です。hurry up, 急げ。You will miss the train. お前は電車に遅れるぜと。ということは、さもないとですよね。だから、さもないと表すためには、or を入れると。これは知識として、この命令文たす and と命令文たすその意味を知っておく。その上で、前後からどっちを入れるのがいいかなって判断する。っていう問題です。OK でしょうか。ということで、ここでは命令文について勉強しました。命令文は、作り方は簡単。主語を取る、もしくは動詞から始めると思っておいて、これが命令文ができると。play tennis みたいな。ただ、B 動詞の時は、B、先頭が B になるんですね。are quiet じゃなくて be quiet。そういう風になることを覚えておくと。それを踏まえた上で、するなんていう禁止では、don't をつける。してください。丁寧は please をつける。しようは let's をつける。そう思っておいてください。あとは、命令文たす and は、ほにゃほにゃしろ。そうすれば。命令文とそうは、ほにゃほにゃしろ、さもないと、っていう意味があります。で、じゃあ、知識を吸収したんで、これをノーヒントでできるように、学校の問題集とか無料塾の問題集で例題見つけて、しっかりできるように練習していきましょう。